フォーカス M サードシーズン実況の鳥谷幸則です。そして解説は山井博が務めます。山井さん引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくします。それでは78回戦対局の準備ができております。フォーカス M 78回戦東杯の開始です。さあ78回戦ちいちゃわ安村、そして、なんちゃ泉、シャーチャ一つい、ペーチャ藤崎の順、トン一曲、ドラワシャ安村、ハイパイ、マンズで一メンツ、泉が一つね、はい、泉第一つもでピンズのメンツが完成する。一ついも第一つもでメンツが完成、うん、藤崎は赤一、安村がやっぱちょっといまいち、打点も形もあまり良くないですね。はい、77回戦は安村、苦しい展開でした。さあ、親番を迎えて、なんとかちょっと77回戦の悪夢を振り払いたいところだと思います。うん、これでいい形ですね。はい、泉が一番早そうです。早そうですね。17回戦はトップでした。泉ドラガシャーですよね。一つにこのリハ泣くか、泣かない、泣かず、あ、これは目になったんで、そうですね。はい、泉が単品系に一応数万残したのは、もう一回3万とか引いたら差し子の3色とかを見て残しましたね。はい、ただもう次安牌来たら切るかな。はい、そう、安村一気通貫が見えてくる。そうか、まあ3色も見えますね。はい、小層切りはありますか。はい、3色の種は残しました。さあ一つい、いっぱいだとドラですけど、はい、ドラをまだ打つ価値はない。自分も重なったら打点高くなるんで、はい、両面固定して残しました。両面固定の余ってるのはドラのイーシャンテン、うん、赤に振り替わる。あ、ここも一旦数万打っとくと今テンパイでしたけどね。はい、うん、差し越えの可能性を残したため、うん、まあ、ちょっと好き、嘘が、はい、ちょっと好きになったかな。なる場合とならない、もうリーチ打ててますからね。6球ピンで嘘を取られてると、はい、ただやっぱ差し子あったから残したんですね。はい、あとウッパーソンが自分でやっぱり4枚使い、まあ、来るとはちょっと思えなかったと。うん、4枚使いなんで怖いですよ。さあ天敗が入る。即リーチ泉、トン一曲、先制は泉、うん、これは好きにならなかったですね。はい、ドラ重なった。6球ピン、9ピンがここに3枚あります。あ、これサブローマいけないから流派流派になりそうですよね。6球ピンは5枚残り、ローピン4枚、9ピン1枚、シャーチャか、一つシャーチャですね。はい、シャーチャの一つい、ドラドラになっています。6球ピンそんなにいいんですね。はい、6球ピンは高めのローピンが丸々4枚生きています。生きた。うん、安村親番ですけどね。はい、ちょっと行きづらいですよね。安村もローピンと、うん、やっぱ思っちゃいますね。ローピンか、切れない。朝藤崎には嬉しいローピンになっている。さあこれで山には3枚、シャーポンダ、ポン点で、はい、追いつきましたね。シャーチャの一ついがポン、ウッパーソンもいいですよ、場面的になんかね。はい、泉が2枚切っている。ウーパー層のウーソー、ただ一つ今これで6ピンは止まんないかな。はい、9ピンはあかんですからね。さあお互い泉対一つい、リングの上で殴り合い。ドラポンにも対応しなきゃいけないからきついっすよね。はい、やめましたか。藤崎は、はい、一歩交代、安牌の数ピンを選択。安村は、はい、ちょっと頑張った。ドラポンの現物ですね。はい、3万、どっちか3万か6万か。さあリーチの宣言牌が数万です。確
缶三万、シャンポンは三万のシャンポンはないけど、はい、缶ちゃんはある。はい、で六万はシャンポンあるけど缶ちゃんはないみたいな。ということで、はい、ローマンを選択したということですね。はい、さあまだあるぞ。老朽ピンは三枚まだある。隣。さあウーパーソーも。そう現物ですけどね、なかなか出る範囲ではないんで、はい、パーソーが2あと1枚ですね。あ、薄い。あ、藤崎のところに来たということで、んウーパーソーはもしや自分から泉の角高め、はい、メンタンピン角赤、赤、はい、2000、4000の上がり、うん、しっかり一つにもドラ重ねて、はい、押し返したんですけどね、ちょっと上がり入りが薄かったですかね。はい、トン1局軍配は泉。さあ、うん、その泉の親番トン2局、ドラはチーマンです。少しほっとした表情に見えます。うん、第1打は9ピン。さあしばらく泉の様子をご覧いただいておりますが、 ありがとうございます。さあ藤崎龍派が統一でした。今日スイッチングちょっとね、はい、うまくないですよね。うまくないですよねとのことですがそんな直球投げるときあるんですねじゃあとちょっとやってほしいなとやってほしいオンエアでしっかりメッセージが届いているかと思います。さあドラのチーマンは一ついが持っている藤崎が早くも手配が総図と自配だけになった。安村も今回ちょっといけそうな形じゃないですかね。藤崎流派はしれっと見送っております。うん、1枚目はね、2枚目は泣くかな。さあ一ついが2枚目の流派、さあ出ました。藤崎がポン。さあここでペー。もう藤崎の捨て牌と仕掛け見ると、うん、ちょっと本質なのかなってやっぱなりますか。うん、そうですね。マンズかソーズかちょっと分かりづらいですけどね。はい。あ、嘘を引いてきた。うん、マンズ全然引かないんで分かんないですね、まだ。はい。現状、チーマンがドラのためにドラ色の本質を警戒しがちですが。うん、そうですね。はい。なれば漫画見えてくる。うん、あと赤引くか。はい、安村が単野で手が進んでいく。いいとこ入った。一つ岩マンズが後継ですね。さあまだ何色か分かりません藤崎の捨て牌。ここは先打ちしてですね。はい、各社捨て牌に少し制限が出てきます、うん、この藤崎の捨て牌です。そう、目いっぱいだと飛んですけどね。はい、あれを受けて、あの捨て牌を受けて一対の捨て牌もやはりピン図が目立つ形に、そうですね、はい、泣かれないようにっていうこともありますよね。はい、なっています。なんとなく端っこの想像ぐらいは切ってみようという、うん、今3人の思惑は、藤崎の3人の思惑はもうどっちどっちと、うん、リーマンだとちょっと判断しづらくて、はい、まあ、染まってないケースももちろんありますからね。はい、ドラドラのケースとか、はい、赤があるケースとか、うん、ちょっとね流派二泣きだったんで、はい、まあ、形が悪いのか打点が伴わないのか何かね、ちょっとやっぱり泣きづらい何かこう理由があるはずなんで、はい、まあ、なんでまだこう警戒しつつも、前には行ってますよね、各社ね。はい、安村いい形。イーソーもパーソーも藤崎は仕掛けずでしたが、うん、このままわからないまま、あとは防御力でしょうか。うん、まあ、イーソーはそうですね、仕掛けなかった、はい、まあ、いいところはまず後で、いい、はい、パーソーはちょっと仕掛けづらいですかね。そうですね、パーソーポンすると苦しい形が残っちゃいます ね。さあ一ついもそろそろ手が整ってきた。ちょっと自敗切りたいけどな、リャンソーか。はい、難は藤崎が1枚切って、まあ、今後の安全牌として、うん、場には2枚切れの難いきましたね。はい、リャンソー選択、まあ、いいシャンテンですからね。はい、
泣かずにすっと手が、まあ泣けないんですが、天敗プラス天敗は取らない安村、管理安品の天敗を外します。掃除の形がいいですからね、はい、あと安品2枚切れっていうことになりますね。ドラドラになった、これはもう行きたい、何名いっぱいですね。いいシャンテン一つ、ヤンパーマンサブローピン、まあシャンポンもありですね。さあ表示牌のローマンを藤崎手中に収めたままにします。どうしますか、バーマン1枚切ってる。やはり藤崎その打点が見込めないということで少し防御も見ているということでしょうか。さあ仕掛けます一つ、ドラドラ、これでリアンパーマン、これでね、はい、リアンパーマン、パーマンがね気力で、あ、藤崎がパーマンを使える形に、そうですね、こういったことだったんですね。あ、こっちもこのバランス、あ、安村も、あ、さあ藤崎がパーマンを使い切り、安村もパーマンを使い切り、リーチ9万リアンパーマン、藤崎はでも勘チーマンきついですよね、はい、そうですね、藤崎はテンパってはいませんが、この勝負失礼しました、まっすぐ来ましたね、あ、ピン、うん、藤崎は引きですね。さあ藤崎はしっかりと、うわ、リアンパーマン勝ち、リアンウーパーマンの勝ち、一対の上がり、タンヤオドラドラ3900点、上がり取りましたね、はい、安村上がりから遠い、うん、トン3曲一対の親番です。ドラはウーピン、さあハイパイ、ピンズで一面ツー、そう、あ、マンズでもう一面ツー、4連携、うん、さあ藤崎はお、なんちゃです、なんがあんこ、安村ハイパイはドラドラ、はい、むしろとてもいい、差し子が2つ、いいシャンテン、はい、数ピンさえくれば3色ができちゃう、そしてドラもある、さすがに今度は安村上がるんじゃないですか、はい、さあこんなにいい形よね、安村ファンの皆様お待たせしましたそろそろ安村が上がります、そろそろ、ね、はい、ね、麻雀ってね、はい、分かんないからな、あの形でもね、はい、上がれない時は上がれない、両面がなぜか順からだったりっていう、うん、一ついの方が早かったりしますね、はい、さあ藤崎に 何やら二役、はい、わー、あー、やってきた、手の中に3色ができた、できましたね、はい、リャンハン役が手の中に完成しちゃうのは嬉しいですよね、これは上がりたい、はい、いや仕掛けはどうだろうな、しかし展開、さあ安村順当にいけばスッチーピンとか泣きたくないですよね、泣きたくないですね、これ泣きたくないですね、ローマもね、はい、これはもうこのルールならリーチして4000、8000まで、ね、狙いたいですよね、はい、狙いたい、さあ藤崎イーシャンテン、さあチーしてもポンしても、お、来た、きつー、闇天、闇天リャングーマン、まあ、これはねリャンマンのが出やすいっていうのと1枚今打たれたんで、はい、仕掛けた藤崎がポンテン、うわシビアなポンテン、ウーパーピン、安村に、あー、でもリャンパーピンだ、あ、フリテンだ、フリテンだ、これもしかして報酬なのですか、あっとここで藤崎の上がり、いやー、ハイダンは1300点、安村にとっては、安村にとってはなんていう日だ、この表情にそうそう出ませんが、やはり、はい、ね、顔面にあの青い線が入っているように見えます、うん、これは辛い、ちょっと辛い、展開が本当に悪いですね、はい、です、安村またハイパイがいい、いやー安村の上がりかと思いましたが、今の上がりたかった、はい、シャーチャの泉シャーが統一、一つ言は早そうだ、あんな勝負点が入ってるとはね、はい、誰も気づいてないから、はい、何か悪いことしたんですかっていう、僕何もしてませんけどという、このその流れの悪いようなこの状態を、これ打開するには何か、その山井さん的には何かありますか、まあ最初にも言いましたけど、泣く人と、はい、あ、はい、リーチしないとか、リーチ、そうですね、そういうちょっと変えたりとか、はい、闇点するとか、まあ、逆に闇点のところをリーチするとかね、はい、そういう手もありますけど、まあまあでももう今のはでもあまりにも時間がなかったと思うんですが、なんかねこうやっぱり見てると一対あと、はい、泉は
自然に手が来ますけどね、はい、なんか藤崎と安村手が来るんだけど、はい、こうなんか展開で良くない自分にとって不利になることが多い、はい、で藤崎はあの手が来てないんですけどそれなりになんかこう、はい、いろいろと仕掛けたりとかして、はい、なんとかしようみたいな感じですね、はい、ちゃんとこう守備意識を持ったまま先ほども初をポンしてました、うんうん、そんな感じですよね。なでなんとかなってるけどそういうことをやはりですね、うん、その想定して動いていくというか、そうですね、だから安村もまあどうするか天敗ここは、ね、はい、今度はさすがにさすがに今度はリーチと、うん、さあドライチ捕まった、さあこれがここまでの展開だと出ないということが、はい、これ一つ難しいけど、一つ両ピンは現物、一旦両ピン切る手はあるが、はい、ここはいいピン三ピンを、これはいい手じゃないですか、はい、残しました。闇天だと出たけど、闇天だと3球しかないからね、はい、うん、今度は両ピン、うん、引きましたね、一つよね、はい、引いています。イースーソーの枚数を見てみましょう。表示で1枚、ここに泉に1枚、あ、行きたくなるな、これ、はい、行っちゃうか、行っちゃいそう、さあ、泉行ってしまう表示牌のイースを、まあ、当たればドラが使われている、ドラマタギ、大体ドラマタギっぽいですね、はい、ということでなかなかいけない、さこの表情イースなんだけどなと、ここはチーマン9万かローピン、ローピン、ローピンを、まあ、まあ、通りそうでピンズ両面固定で、はい、ということですね、カンパーマン入ったら勝負と、イースは、はい、カンパーマンが入った時のみということですね、うん、打っちゃっても全然いいと思いますけどね、はい、あのマンズ取ってね、今ローマン取ったから今度は9万になるかもしれないですね、なるほど、うん、情報がちょっと前に行けそうなんで、はい、さあ藤崎がやめましたね、はい、チュンもスルー、泣いた、あ、チュンは違う、取りづらいですね、はい、あ、こう泣きましたか、泣いた、はい、いいシャンテン、あ、これはさあピンか三ピンか、藤崎には大丈夫かな、さあ三万個もありますね、三万個もあるぞ、さあイーソウーピン、はい、ウーピン、まあ、ピンズは通りそう、もうピンズは大丈夫かなと、はい、いうことでしょうか、一つい三ピンは打ちやすいですね、もう受けている一つい、あ、やめた、中途半端にいかない、はい、しっかりと、藤崎はドラドラいいシャンテン、これ回れないのか、安村、安村にとって、はい、あーだ、ここにスーソーが来た、スーソー残り2枚でしょうか、はい、イーソーも1枚、三山いるんですが、おー、やめと、やめる、藤崎にケアってことですね、イーソーがここに来る、ここ出ない、うん、もちろんのこと出ない、これは出ないですね、はい、イーソーの売り切れ、藤崎も多分打たないんで、はい、イーソーは打たないでしょう、うん、さあローソーが通る、これで全員受けますよね、ウーピンは、はい、受けて、もうそうですね、受けて受けて受けてになっています、みんな安村君には厳しく打ってる感じだよね、はい、安村が地獄から生還するのを全員で扉を閉めてる、あ、あ、自分でほじ開けた、リーチ、ツモ、ピンフ、ドラ、赤、裏はありません、安村、ようやく、はい、冬が明けました、2004戦、うん、そして親番を迎えます、やっとだと。最近の天気は分かんないですからね、はい、暖かくなったなと思ったらまたすぐ寒くなるからね、さあ何入、いいですよ、ドラウーピン、さあハイパイドラさんです、赤の安村、親番総図で2年津ですか、もしかして、うん、泉はピンズの本一模様、一つ岩三層があんこ赤一、藤崎が少し受け主体化、
急に良くなって、はい、上がったら急に上がり出すパターンも麻雀には多々あります。ありますよね、そのパターンであってほしい。もともとね手入ってましたからね安村は、はい、それがこう上がりにまで結びつかなかったんで、普段からこのレベルのハイパーを手に設置してる方なんでしょうかって思うぐらいハイパー良かったです、はい、ちょっとね噛み合うといい感じになったりしますからね、はい、Mリーグルールでハイパーがいいっていうアビリティはとっても有利です。それは有利でしょうね、はい、でもハイパーよりツモいい方が、ね、あそうですね、圧倒的に強い、まあ、上がれるか上がれないかがね、うん、はい、その分弱くなっておりました安村です。本日おいシャンテンいっぱい行くか行かない、まあリャンメンリャンメンですからね、はい、さあ親の安村にチャンスで、どっち引いても闇手になるのかな、まあ、思い切って6球回りリーチもありですけどね、はい、リャンメンリャンメンこちら、うん、いい方が入ったので、これはリーチかリーチピンフタンヤオ赤ドラと出上がり1万8000から今までの鬱憤を晴らすかのような、はい、さあサブローピンここに4枚、そしてここにあれ5枚目がここ結構薄いですね、1枚ずつ、はい、6枚なので3ピンローピン、しかし1枚あれば十分だ。いいピンでした、一発つもありません。一回闇点かましてもよかったですけどね、はい、あとシャンポンの天牌、ここは闇点、いい漫画現物で、ね、でここ出てくるかもしれないですね、はい、あとここの一対の足を止めるリーチになるかもしれないですね。なるほど、うん、この辺が難しいんですよね。運ピンも来るんかいと、まあ、本当にね麻雀やっててこういうのをリーチするかしないかっていうのは、はい、本当判断が迫られますよね。これ止まるかもしれないですよ、はい、そうサブロス非常に打ちづらいんで、ね、アンコ筋というやつ。さあここはリーチに行きました、3トンあるのシャンポン、まあ、E マン振ってるんで両マンが変化なしと、はい、で数マン引いたりローマンパーマン引いて、じゃあその3万チーマンが通るのっていうことですよね。なるほど、ここは合理的にこの辺りで、はい、折り合いをつけてのリーチということに。藤崎がイーシャンテンにチーマン筋になったけど、はい、どうだろうな。サブローピンはまだ生きている。1枚ずつ、はい、3万1、あー掴んだ3ピンの宝珠連続の上がり、さあ1万8000から裏はありません。1万8000、リーチピンフタンヤオ赤ドラ、いやー一つ、あーなるほどと、いやリーチに来たんだみたいな感じでしょうね、はい、ずっとやはり不調のように見えた安村にやはり晴れ間が本物だったみたいです。何一曲連チャンドラはあっと安村来ましたね、また急に、はい、急に来ました安村、二刺しが見えます。単品系一つも単矢桶一つ岩メンツが一つ、あ二つできている。藤崎は、ね、はい、ナンバで何が統一赤一メンツが完成する、ドラがなるんじゃないですか。あと藤崎にドラドラ、まあ、ここは手役いらないですよね、はい、面前でリーチリーチでしょうね。二差しになったら、はい、まあなったみたいな、狙っちゃい、あの狭めてまで狙わない方がいいですよね、はい、これもこれですね、うん、リアルなんじゃない、はい、狙うのね、ちょっと狙う、ちょっと狙うです、はい、もうちょっとだけ狙うと、もうちょっと狙う、はい、やっぱどうしてもこう手役を狙う打ち手がやっぱ多いよね、はい、連盟の、まあ、あとこのスタジオで麻雀となったらやっぱりその、うん、どうしてもそのそういう雰囲気になっちゃうんでしょうか。なっちゃうのかな、はい、これも残した方がいいけどな、リアンマン絶対いらないもんね。そうですね、まあ3万入った時の打点の高さでしょうか、うん、はい、一応天杯ですもんね、3万入ったらね、関数層で、はい、それよりもやっぱりもう一メンツ、関数層がやっぱり弱いんで、はい、もう一メンツどっか作れる方が、あとタンヤオにしたいですからね、はい、イーソーとか引いてタンヤオ崩れるのも嫌だしな。さあ一つこれでピンフの方向、両面両面、藤崎ナンバですよね、はい、置き方はチートイツ、うん、なんでたらポンしそうだけどな、なんが出たらメンツ手に移行できるような形、うん、これでも
ったもんね、はい、3色も何もかも崩れた。リャンマンだね。ここでリャンマン、うん、イシャンテンの安村です。リャンペイコー、リャンペイコーのイシャンテン一つい、ジャンシのみんなが上がると嬉しいリャンペイコーそうなんですね、はい。先日広柴田さんと話したところ、リャンペイコーと三色同行はジャンシの夢ということになりました、うん、あ、三色同行はね確かに上がりづらい、はい、リャンペイコーはまあまあ、あんまり、あ、来た来た、あ、リャンペイコーの天敗リーチに入ります。一つい町は老球層、高めの球層は場に1枚、そして藤崎に2枚なのでつも上がりはありません。うわー、数層かウーピン行きたいけど、はい、イーピン現物、風層か、はい、風層の現物だ。そして老層が山に1枚だけという状況ですが、これはいい層かな。安村が放獣することはあとなくなりました。風層いい層と現物を切っていく、老層はもう絶対切らないって考えですね。はい、6巡目に一ついから風層が放たれている。リャン層確かに通りそうだもんね。あ、なんかさ、さあ、ドラドラになった泉、藤崎は自動的にここでチートイツの方向、うん、チートですね。はい、ずっと持っていた一継ぎの現物イービン、泉ももう受けています。いるか、休め、はい、つも一継ぎのつも、リーチつも、ピンフ、インペイコー、1300-2600の一本場。リャンペイコーならずでしたね。はい、リャンペイコーは藤崎の宝珠しか成立しない状況ではありました。さあ、18000宝珠の後、少し上がり返したと、うん、安村の親番が流れます。泉の親番、2曲、ドラはローマン、あら、いい、あら、あらら、ゴロチの感じ、表示牌のウーマンもしっかり入っていました。さあ、一つい、はい、トンナンシャーペート、うん、藤崎もそれほどですね、まあ、形は悪くないですね、はい、でも、はい、両面あら、本一第一つもがペンサンマン、マンズの色を感じます。泉の上がり番でしょうか、コロチ、はい、カンローマンがね、ネックですね。そこさえなんとかなればドラのローマンは山に3枚、うん、あら、ここも伸びてる、駅に本線いきましたね、はい、色は隠しません。あ、いいシャンテン、はい、いい形、いいシャンテン。泉もローマン引いたらどうするかちょっと選択ですよね、はい、チーピンリーチなのか、まあ、安村みたいにリーチ打てるか、はい、闇点するか。闇点でね、1万2000あるんで、はい、トップまでおよそ1万点の状況です。うん、1回1万2000点上がって確実に上がる手もありますよね、はい。前回の77回戦ではトップだった泉、連勝なるかといったところ。さあ、一つは一つダブナンですからね、ちょっと本一みたいですかね、はい、はい。まだ遠くに少数シーの可能性を置いています。あ、そうですね、はい、全部重なれば。これで二刺しもありますよね、はい、二刺しのイーシャンテンいるか。さあ、まだローマンは山に3枚、7巡目です。カンローマンだとリーチ行く可能性はありますけどね、はい、カンローマンはもうこれ山との戦いっていうになると思います、はいはい、ただ終盤だとちょっと怖いですけどね。タイヤもあるけど、タミヤを、そしてイーペイコーなど、3色を捨てる、3品を一つ以が持ってるという判断でしょうか。まあピンズ高いですからね、はい、1枚切れの換算品は苦しいということか。3品が来た、しかしリカバリーはできる、リカバリーできる、リカバリーはできる。痛い、珍しい、藤崎さんが、はい、手役を狙わないなんて、はい藤崎が、ね、はい、そう、と思って3色の、あ、ローマン入れてる、いてて、あっびっくりした。泉のローマンもいて、山井さんが手を机につけています。いつの間にか転張ってるからさ、はい、
闇転してますね。いつの間にか泉がスーチーピンのテンパ入れている。藤崎から465とピンズが並べられている。一ついに小数シーの種が来て、まだ生きている小数シー。藤崎と安村ね、スチーピンなんか切りそうですからね、はい、さあ実はペイとナンは安村が持っているが、さあ数層あと手代わりもありますか、はい、ウーソーとかローソーとかね、ローソー引くと、はい、おなんか来たよ。でもまだ本店になっちゃうんで、はい、安村がなんとペイを持っている。なんか打たれることはなさそうですが、何が1枚なの。トンが1枚で、はい、バニトンが2枚切れているので、あとこれで、はい、シャートナンのシャンポンになりそうです。リーチに1体1つい行きましたね。現状1万2400点持ち。これでチーピンはより、そして次の手牌を見ていただきたい。なんとペイはロンハイです。なんとペイ、なんとペイがロンハイです。でもあ、なんとシャーですね。なんとシャー、なんとシャー。ペイはアンコだもんね。あ、そうですね、ペイはアンコです。あ、あ、泉のツモ、ツモピンフ赤赤ドラと、ここで4000オール。ツモるならリーチだった。ここで4000オール。ツモるならリーチだったかね。そうですね、未来予知ができるなら 100% リーチ。さあ泉の親マン炸裂といったところでしょうか。トップになります。ドラはイーマン、何2局、一本馬。さあ一つ嬉しいですね、うん、面本仕上げたんですけどね、はい、今度は藤崎も戦えそうな、はい、赤襟の立つ。あと安村がマンズに大きく寄った手。しかしマンズのキーハイパーマン、こことついと泉まで大きく縦長の展開になりました。78回戦です。とついはもう国士とピンズでしょうか、うん、もう赤ウーマンを場に切ってますね、はい、大物手狙い。とても捨て牌が温かい単野牌で、おもうピンズですね。そうですね、はい、包み隠さずピンズに行く宣言。一つい気にせずウーピンを打っていく泉。そうですね、まだね、はい、全然アクションがあるまでは、はい、イーシャンテン藤崎取りましたね、はい、こちらもなんかに差しか、まあマンズ伸びたらもうちょっとマンズにも行きたいですけど、まあドラドラですからね、はい、安村は、はい、まあそのまま手なりでリーチっていうのもありますね。これは伸ばしたい。ローピンあたりか、キューピンか。ここは、はい、ピンズをほぐす、うん、ピンズの下伸びではなくて、はい、さあ仕掛ける2枚目のウーピンはチー。突いです。うわ、ウーピン流れた。ウーピンが流れていた。これだとローピン切りの方がありでしたね、はあ、そうですね、ローピンの方が効果的でしたが、うん、ただ一数チーピン二度受けになっちゃうんで、はい、まあ、あんまり嬉しくなかったんですよね、ウーピン引きが。ただ赤だったらなっていう、はい、あの缶ウーピンをチーしたら赤ウーピンが下茶に流れてしまうという、この麻雀のあるある。しかもローピンまで流れていい形になりましたね、藤崎。はい、藤崎に赤ウーピン、ローピンと数ピン入るとちょっと迷いますよね。ピンズ高いけどすごくいい形、いい形、はい、で一数チーソーは上がれそうみたいな、はい、まあでも一数チー数ピン入るとね、一数チーピンに合うピンですからね。さあ一ついの仕掛けはもちろん必然だと思いますが、形を見ればドラドラになりましたね。おっと泉にドラドラ、イーシャンテン三層嘘払いたいですけどね、はい、テンパれば三面ちゃんになりそうです。ここはパーマン、関数層を固定しましたか。関数層、層図がいいという判断でしょうか。層図のまあ横伸びもありますからね、現状悪くてもっていうことですね、はい、なるほど、うん、実際数層いいかもしれないですね。あ、でも藤崎は2枚か。さあ一つ手が進むリャンシャンテン。そうですね、はい、うん、ナンチュン、あ、北のもちろん自分が遅いことは、あ、藤崎関数ピンテンパ、あ、関数ピン間に合うか、関数ピンテンパ、はい、うん、
スーピーマンにあった。ここで藤崎の上がりとなる単野を赤赤5200は5500、まあ先に切ってもダメでしたかね、イースを打ってるからね、はい、1巡前持ってきちゃったんですけどね、はい、先に捕まった形。さあ南三局ドラはウーピン、さあ親の一つい、うん、ドラドラのハイパイ、うん、デキメンツこそありませんが早そうだ。まだ切ってないのにすぐね行っちゃうから、はい、スイッチ。さあ山井さんからスイッチャーさんへのご指摘が入ったところでちゃんと見て点数が表示されました。何切るかさ今、はい、いけるんだろうって第一だね、はい、みんなドキドキしてる時にすぐ行っちゃうからさあれってなっちゃう、はい、ただその僕はそのスイッチングのスイッチ触ったことはないんですが、うん、もしかしたらとても難しいのかもしれないな。いや本当難しいです。技術的なものがね非常にいるんで、はい、慣れが必要なんで今日ちょっと新人スイッチャーなんでね。なんでこっち来るんだよその通りだよと言わんばかりのカメラでございましたちょっと親番の一つに苦しいけど、はい、このチャンスってなんとかねものにしたいですよね。そうですね。ここは一つい、かなり赤さ赤ドラドラ単品系でね、はい、インパチ返し。さあ面単品で積もっちゃうと8000オールからなんていう話になりますが、うん、8000オールからという話になりますが、いや間違えらんない間違えたくない。三層かな。カンリャンピン痛いもんね。本当はいいピン切りたいんですよ。はい、いいピン切りたいですね。でもカンリャンピン直は痛いんで、はい、一旦ここはシャンテンス受け入れ。うわー皆さん何切りますか。いいピンに手をかけた。表示牌が数ピンだ。まあでも想像捉えられるんで、はい、うん、いいと思いますよ。これは数層が祝福の数層が一ついにやってくるんじゃないかなんて思いながら見ますが、どうだどうだ。実際リアンピンはどうなんだ、うん、2枚持たれてるんだ。リアンピンは2枚なんで、あ、はい、数層は結構あるね。数層は3枚、リアンピンは2枚、どっちも入ってきたっぽいですが、さあどっちも入ってこないことがあるのも麻雀。9万、目いっぱいですね。もう降りない、はい、降りなしですね。あの手はどんなリーチが来ようと。さあ安村チートイツ、まあ、正解かも。リャンピン、リャンピンバタバタ切られる、はい、ね、リャンピンがバタバタむしろ出てほしい、正解であってほしい。そしてそして表示牌の数ピンとか、いや、うん、もっと横見ましょう。赤ウーピン来て、赤ウーピン来て、来た来たなんだこれ、これは三層、三層三層。やっぱ三ピンも捉えたいんで、三、はい、ピン数ピンね。まあ数ピンはどっちも一緒だけど、はい、さあドラだけで面前で6個あります。単品3色、単品3色、トリプルまで行くのかな。単品3色、あーもっと広くなる。ドラ6、単品3色、ドラ6、こんな手すごい。実も単品3色、ドラ6、裏裏とかの、さあトリプルだねこれね。さあ3倍マンの単品つも3色ドラ6 さあなんだ、さあすごいて、いやしょうがないですこれは、はい、これはああどっちだ、3色ある。いいシャンテン、ローピンチーピンかな、危ない、藤崎さん危ない、チーピン危ない、藤崎さんチーピンが間に合われてしまう。この一巡一つ引け、引くんだ、どうだ、引いてない、引いてない、引いてるっぽく見える、はい、引いてるっぽく見えるけど、はい、引いてませんでした、間に合った、いやー買い手だ。さあリャンピンは大正解、リャンピン大正解、はい、リャンピン大正解からのなんかこれ泣けない、ウーマンが泣いた、泣いた、さすがに泣いた、これはさすがに泣いたね。チーピンローピン泣いた、泣いたけど単野をドラ6、ドラ6だもんね。あ、テンパったよ。シャッペどっちだ、テンパってリーチいけますか。赤入りの仕掛けが入っています。シャー2枚切れ、行くならペーだけどね、はい、シャーを切っての現状35,100、ちょっと行きづらいかな、はい、さあいるか、6000オール、あ、さあスッチソーの選択、手出しのチーソー、
さあ、想図の天杯に見えるでしょうか、スライドに見えるでしょうか。バーソルねとかうまいんだ、ポンカスか。さあ、スジピン、ローピンはね、筋なんですよね。はい、あでももう多分スピンズ、ローピンあと1枚、チーピンはない、チーピンなし、はい、スーピンは1枚、2枚生きている。う、上がりたい、これは上がりたい。現状藤崎にも流れていない。いった、積もりました。タンヤをドラ6、6000オール、赤赤赤、タンヤを赤赤 赤、ドラドラドラ、ウーマン泣きますよね、やっぱね。ウーマン泣くのいたのが正解でした。関連ピン払っていったのが良かったですね、はい、これで点数が平たくなりました。平たくノット、さあ、連チャンになります。南三極、一本場、ドラはチーソー、一つい連チャン。さあ、藤崎が苦しいですね、はい、苦しい展開です。まあ、でも最後矢あるから、お、いいんじゃないの、はい、安村が早そう。泉、ペーチャ、ペーが統一、一つ岩、想図がいい形、後が苦しい。あれは麻雀を打っている人たちならやっぱり赤をすべて使ってドラも使って、うん、夢のような手牌ですね。本当ですよね、はい、なかなか上がれないですよ、ああいうのは、はい、いかに手役がねいらないかっていう象徴みたいな。チンすればいいんだよと。さあ、藤崎ピンズの本一、煩悩の塊みたいな手でしたね。関連ピンでいく構えですかね、ウーピンを8にしてるってこと、はい。まあ、リーチだったら関連ピンの方がいいですよね、はい、9万入ったらもう関連ピン、ローマン入るとね、いいピン切ってやみてんっていう選択もありますけどね、はい、もう一蓋上がり欲しい、一ついです、うんうん、さあ、ペーチャの泉、ペーが遠い、あんこになり、イーシャンテン目いっぱいですね、これはつもぎりかな、つもぎりか、形のいいところを決めて、はい、愚形を厚く持ちたいっていうことですよね、はい、まあ、E ピンとか蹴ると単位青になりそうなんですけど、ちょっとやっぱり関数ピン固定がね、はい、弱いですよね。テンパイ、さあ、広くなる、あー、テンパイですね、うーん、難しい、取りましたね、はい、役割ですからね、役配ドラドラ、5200、あ、違うな、これが1ですかね、はい、ドラペー、ドラドラか、赤ドラですね、ここに、はい、チーピン補充だ、しかしまあこれは出ない、まだ出ない、ウーピンでも引いてくればね、はい、うん、もうちょっと打点欲しいんでリーチも打ちたいんですけどね、泉は。さあ、泉外していればマンズの両面、ああ、パーピンとかね、はい、打ってるとね、まあ、外すとしたらチーマンかな、で、3面ちゃん固定して、はい、チーピンもロスなく、あとローピン、パーピン、重なりみたいな外し方になるんで、はい、そうですね、はい、さあ、泉に天杯が入っている親の一つ岩、イーシャンテン、両眼両面、藤崎はピンズの本一、現状天杯は一人だけ、安村も、マンズ、はい、あー、チーピン出た、補充になりました、上がったのは泉、上がったのは泉ですよ、上がったのは泉です、上がったのは泉ですよ、ペー、ドラ、赤、はい、こちらですね、はい、はい、5200点、まあ、ピンズが高かったんで、ちょっと安村、はい、ここからマンズもう一面つくもという感じで関ローピン外していきましたね、はい、そこはもう泉の上がりとなりました。さあ、こちらオーラス、藤崎のエヴァン、ドラは吐く、パーピンから行きました、藤崎です。安村は、はい、いい層からメンツができておりました、うん、一ついはできメンツがありません、自敗が多い6種、藤崎の上がりが
近そうですが、安村もカンパーソを引いてくる。泉もピンフ系、トップは泉、ピンフで上がって終わらせたい、2連勝を決めたい泉、うん、決めたいですよね、はい、大きい、いいところからの2連勝だと結構上位に食い込みますもんね、はい、現状11位からの、お、一気にベスト5ぐらいには入りそうですね、はい、上がってくる、うーん、くっつきにいいですね、いい馬打つかスースー打つか難しかったけども、はい、カンパーソーペンチーマンと引いてくる安村、恐ろしいツモです。ドラが浮いてる一つは、はい、メンツができましたが、あ、正解、リーチか、親の藤崎先生リーチ、役割一のみですが、スースー切ってもおかしくなかったんですけどね、はい、ウーマン切りだから、リュウハが残ったらね、リアンウーマンで行きたいから、結構ピンズはね、2差しなんで、はい、E ピンから U ピンまで結構いい街になるんで、はい、ピンズは切れづらいんですけど、スーソーがね、なんか、はい、話してもよかったような、スーソーにくっつけての展開、くっつけて、これはちょっと読みが、そして恐ろしいことが起きています。サブローソーの数なんですが、はい、7山です。7山、はい、上がり、7枚上がりが約束されているような、どうしましょう、安村でもいいシャンテン、はい、泉もいいシャンテンですが、泣いて、うん、一つ言うわ、七山、七山、これはもう積もでいいんじゃないか、それぐらいの残り枚数、うん、七山、ここに来たあと六山、もういいシャン、あ、天杯、天杯、関連ピン、三ピンが通ってますけどね、さあ、両ピンは現状山に1枚、押しましたよ、押しました、ロンハイの隣のハイ、まあ藤崎高くないですからね、1回連チャンですよね、はい、泉もトップ目なんでね、はい、全然降りるってもあるんですけど、結構頑張ってますね、これは打てない、藤崎のリーチの打点っていうのはターチャからは押し量れるもんですか、全然わかんないですね、はい、これはもう3ピンになりますね、か9ピンパーピンっていう手もありますね、はい、藤崎の捨て牌を見るとパーピン3ピンと、おお、いった、リーチに行きました、リアンピンは残り1枚、いろいろ考えてリーチという判断、さあこれは思い切った判断、奥山のサブローソーを、うわー、これ負けたら熱いね、サブローソー6枚を親の藤崎に献上するか、一山のリアンピンを掘り当てるか、さあ泉対藤崎、かけぐけ、あ、リアンピンを掘り当てた泉の勝利、2連勝を決めました、リーチ、ドライチ1300、あ、2600ですね、2600の上がり、なんと6枚対1枚、1枚が勝ちました、いや、ちょっと解説者泣かせだな、はい、今ちょっと無謀ですねって言おうかなと、無謀ですねを言う手前に上がりが出ました、トップから、はい、こちら映っている泉、そして2着に一つい、三着に安村、いけますか、安村、はい、そして四着に失意の藤崎という形になりました、はい、さあ、それでは、選手のインタビューですか、はい、選手の皆さんに同時にお話を伺いたいと思いますので、はい、はい、選手の皆さんはこちらにお越しください、さあ、それでは準備をさあ、お待ちください。準備をしている絵を見せるわけですね。はい。さあ、こうして、この椅子をですね、はい、どれぐらいですかね。間から見える感じ。間ぐらいですか、ね。選手真ん中あると、はい、間で解説と実況とか、ね。はい。どうですか、見えますかね、これで皆さん、もうちょっとこれこう、こうでもいいんですかね、はい、お疲れ様でした、はい、あ、真ん中どうぞ、お好きな4席に、私2連勝だから前でいいでしょ、はい
2連勝が1人いた、はい、2連2着です、前前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 さあ、選手の皆さんにお集まりいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、それでは、感想などお伺いしていこうと思います。それでは、どうしましょう。まずは、では後ろの、はい、ひな壇芸人じゃあ、安村さんから今日振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、今日は、はい、よく手が入ってたので、うん、入ってましたね。結果はそうですね、方中に回ってちょっと苦しくなったんですけど、はい、まあ、そうですね、全体的には負けたんですけど、まあ、できたと思います、はいはい、かなりそのハイパイはとても良くてリーチもかかるんですが、ですね、はい、77回戦上がりがそうですねなかったですよね。ちょっと待ちの良し悪しも選択する場面のない曲もあったので、はい、まあ、結果は仕方ないと思って、まあ、次に臨んだんですけど、はい、まあ、そうですね、その他の曲をちょっと見て反省したと思います。やめさん的にはいかがでしたでしょうか。そうです、勝負点ね、入ってたんですけど、ぶつかって勝負負けして1回戦はしょうがなかったですけど、2回戦ね、はい、ピンフードラスさんですかね、あ、単品ドラスさんか、あれを思い切ってリーチして1万8000仕上げて、はい、あの辺の思いっきりの良さはいいなと思いましたね。はい、はい、出来合いの差し子の3色が、そうですね、まあ、今日ああいうの、はい、あれがあっても一緒、あれはなので、はい、リーチするかどうかの判断が難しかったですね。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、それでは、藤崎さん、はい、はい、すいません。そうですね、はい、僕もハイパイは良かったと思うんですけどね、はい、いつもがね、序盤全く効かないケースがあんまり良くて、はい、うん、なんともかんとも先手取れなかったんでね、まあ、しょうがないかなという感じですかね。はい、はい、山さん、いかがですか。そうですね、藤崎さんもなんとかこう、仕掛けとか使ってなんとかこう、自分の方に持ってこようとしてましたけど、まあ、うまくいく曲もあったし、うまくいかなかった曲もあって、まあでも、うん、手もやっぱあんま良くなかったですもんね、今日は。まあ、なんかね、ドラドラのハイパイは多かったんですけどね、うん、なんか結局チートイドラドラのイーシャンテンみたいなんでずっとくるくるやってるケースが多かったんで、まあまあ、だからハイパイ上げた瞬間はね、ボーっていうのが結構あったんですけどね、結局いつもが効いてこないんで、まあ、横には綺麗には伸びてくれなかった感じではありましたけどね。最後の選択もね、なんか数層切りそうだったんですけど、数万切って、はい、なんか見事くっつけて、はい、上がれそうだなと思ったサブロー層、七山対一山の戦い、はい、無謀にも勝負を挑んでくる方がいておいおいおい、そこな、ジョリオいや、もう、はい、その位置掴んだの、その位置を掴んだ位置を位置をこのリーチは無謀ですねって言おうと思った瞬間に捕まれて、はい、まあ、でも俺親だったけど、あっちの方がね、イズミの方が打点あるからまあ打点はそうでした、ね、だったから、ね、いやもう、はい、あれを掴むようでもちょっと今日はもうしょうがないかなっていうところですね。最後に包囲の力を見せましたねお疲れ様でした。はい、さあ、それでは一つ井さん、はい、いかがでしたでしょうか。いや、なんか、まあ、今日全体的に地味かなと思ったんですけど、はい、2番ちゃん目の、まあ、そうですね、1万8000打ちに回った曲と、うん、あとなんか謎のドラバクみたいなの、ドラバクでしたね、あれはね、ドラしか弾かなかったですね、はい、まあ、でもなんかちょっとかしこまってローワンとかテンパイ取らずとかしたら、なんかウーワン出るわ、ローワン積もってたわみたいな、うん、ちょっとこれでスチッピンローピン積もれなかったらやらかしてるなと思ったんですけど、まあね、ダマ 1,2 万 2,000 ゴールまであるんでと思ってとりあえず切ったんですけど、そうですね、解説席は大盛り上がりあの赤ウーピン引きたいなって言ったら引いてきたっていう、うん、はい、素晴らしいドラバクでしたとしか、そうですよね、最後のドラを引いてきたらどうするんだろうと思ったんですが、まあ切るんですけどウーピンウーピン山田さん的にはいかがでしたでしょうか。そうですね、いいピン切りがやっぱり良かったですね、はい、ちょっと関連ピンしくったら嫌だなと思って、3層切りにもなりそうですけど、いいピン切って、ね、ロスのない形にしてしっかりと仕上げて、いい上がりでしたね。あの3万チーマーもね、ぶつけに行ってなんか面白かったですけどね、はい、そうですね、ただ、まあ、あの3万チーマー、ちょっとリーチは反省点かなと思ったんですけどね、うん、リーチの意味があまりないので、積もっても跳ねも同じ玉で、まあ、手代わりしても3万もチーマンも両方危ないからってリーチに判断になった、はい、今切ってましたし ね、 そうですね、だからまあ判断し打点的にも判断したのかなと思ったけど、まあ、でも裏ドラはね
パーピンだったんですね。乗ってましたいやでもあのこっそり計算したけど、裏ドラ積もった時に裏ドラ乗っても点数あんま変わんないなと、うん、一歩足らないのかと思って、まあ、やり点だと3品補充回避になったかもしれないですけどね。そう、3色同行とスガンコの手代わりがあったんで、そこを多分ウーピンも切れるし、まあ、赤ウーピンというところが多分難しいんですけど、うん、そこだけでした、ね。はい、はい、でもまああのドラ箱はすごかったです。ドラ箱は、はい、見せていただきまして積もりましたかさあ泉さんいかがでしたでしょうか。はい、今日、はい、2連勝ですが。そうですね、あの、はい、まあ、でも疑問、自分的にこれはどうなんだろうと思ったのは、まあ、最後のリーチくらいで、あの、まあ、でもあれもその手が割ってもいいピンを切りたくないので、もうだったら決めに行っちゃった方がいいのかなって言って、まあ、たまたまうまくいったんですけど、うん、それ以外はなんかこう、うん、まあ、ついてたのはもちろんあるんですけど、うん、そんな間違ってないつもりなんですけど、どうですかね。最後のは僕はまあまあ、 あの100歩譲ってありかなと思って。100歩譲って最初の1回戦のオーラス、あれはソクリーの方がいいと思うんですよね。あ、あれね、うん、あのシャアは確かに拾えるんですけど、イーマンも悪くないし、なんかこうそう、うん、まあ、なんか本当に2巡目くらいにはもうテンパっちゃって、そしたらシャアがポロもう本当に3巡4巡で出るんじゃないかなと思ってちょっと黙っちゃったら、なんか長引いちゃって、イーマン打たれて、で、でもうさすがにでも2枚目のイーマンをスルーはちょっともったいなさすぎるんで、あのリーチ打ったんですけど、もうまあ確かに今更感なんですけど、もちょっと どこでやればいいのかちょっと分かんないなって。本当上がれてよかったですね。ソクリーが一番いいと思います。今もね悪くない街ですし、うん、まあソクリーしとくのがベストかなと思います。まあ隙がないかなっていうところですね、はい。まあ、そうなるとちょっと展開も変わるんで分かんなかったんです、うん、結果は分かんなかったですけどね。結果はうまくいきましたけどね。結果はうまく、まあそうですね、いろいろそのまあ、うん、危ないのがたまたまうまくいったんで、やっぱついてるんですかね。なんかこう放火政務だけ異様に相性がいいんですよね。いいですよね、はい、シーズン2も良かったですね、はい、次このまま、ね、はい、連勝街道。そうですね、まあ、もう一回あるんで、あのもう本当なるべく上位を目指して、今日でもだいぶ上がったと思う。多分上がりましたね。ベスト5ぐらいには行ったような気がします、ね。そうですよね、そうですよね、はい、嬉しかった。なんか赤が得意とこうアピールしといた方がいいんじゃないですか。赤麻雀。あ、そうそうそう、言ってるんですよ。だからまあネムリーグルール強いですよ、私。ぜひともお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、本日の対局は以上となりますので、はい、また皆さん、まあ、頑張ってくださいと。成績を出ない、成績を、はい、確認したいと思います。 あ、こうなりました。2着まで、2着に、はい、すごい。本当なんか広柴田さんめっちゃ強いですよね。広柴田さんもすごい M リーグ、うん、ね、うん、強い気がする。まあ、一応練習ですからね、はい、M リーグの人たちも強いんでしょうけど、いろいろ試したりしてるんですよね、藤崎さん、うん、ここで。いやいや、僕はもう全部トップ取る気でやってる。もちろんそうですよね、麻雀打つものならばという、はい。さあお二人こちらですが、ちょっと4連勝、4連勝、4連勝、ピン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 、はい、本当だ、29位から2着、はい、2着順上がりまして、すみません、ちょっと5着順落ちてしまったと、はい、そうですね、はい。それでは、次回の、フォーカス M ですが、明日3月17日火曜日、お昼12時から、79回戦、80回戦の模様をお届けいたします。ぜひご覧いただきたいと思います。それでは本日はこの辺で失礼いたします。さよなら。